い、やってまいりました。こんばんは、大地です。突然ですけど、今日から富士山に登るって感じなんですけど、突然のことすぎて全然決まってないんですけど、今日スペシャルなんですよ。実はもうすぐ僕の登録者が100人、今99人追ってる間に多分100人多分行くと思いますんでね、それを記念して今回は富士山に登ります。それでですね、全然準備が足りないんで、今からここのスーパー行って必要なものを買っていくんで、そこを移したいと思います。海ではいる、絶対いる。ちょっと高いな。高いけどさ、高いだったらさ、ポカリやめようよ。ポカリはいるよ。じゃあ水やめようよ、天然水。いるよ。おにぎり夜ご飯食った？食べてない。多分朝飯だったら多分5合目でなんかまとめた辺多分あるよ。あ、そこ多分その高くなったらって、まあどっかパーキング寄るからさ、登る途中に注文でウィダーあればいいんだ。あとじゃあパン1個ぐらいは買っていい？パン、はい。じゃあもう荷物揃ったんで今から行きます。今からね、友達の家にね、湯沸かし切り取りに行きたいと思います。もう高速です。無事ね、湯沸かしの湯沸かしね、マジにいろいろ教えてもらったけど、いまだにちょっとどういうやり方でやるのかよく分かんないけど、これ早朝着いた時にね、うん、多分ラーメン食べましょう。美味しいのラーメン食べたいね。はい、あ、休憩ですけど、これうまいです全然 YouTube する気がない、ね、何よもう今伝えたいことは、本当に今2時だけど食欲には負ける。お前もう登録者数減るぞ厳しいな。着きました。そのパーキングエリアに着いたわけなんですけども、結構もうこの時点で寒いです。おはようございます。いやいや、まあ、俺も一応格好だけ見ればね、こんなこれ、これ装備はいいですね。暑いんだよな、これね。4人です。今なんか買おうと思ったんですけど、買っといた方がいいかな、これ杖1500円。大丈夫だね。大丈夫、このじいさんでさえ持っとるよ、あれ鹿の角みたいなやつ。あら、面白い話を。え、俺ゴムはなんかハブホール、あハブホール、あー危ない、あー危ない、すいません、ちょっとあれ言っちゃって切るの待って、何回も言われんだよこれすごい景色ですね。後ろ樹海でしょ、樹海。 あれ樹海なの、樹海よ、分かんない、俺だったって言う前。こっちやばい道、次泉ヶ岳だから6キロ385分。さあ頑張ろうね。6キロとかもっといけますよね、はい、数字はまあ。よし、じゃあ休憩したってことなんで、はい、6合目です。正直今のところ僕が一番やばいんで、大地さん結構ピンチですよね。もう汗が止まらんから。おそやん、カメかカメ、人のこと気にすんなもん。このあのてっぺんまで行きます。てっぺんだよ、てっぺん行くぞ。第一、てっぺん取れよ。はい、はい、みんなで暑いよ。どう、大丈夫？大丈夫なんだけど、うん、なんかな、先が見えない恐怖っていうの、うん、鼻が詰まってしょうがないんだ今。ちょ、高山病だよ。だからでもやっぱ登山とかって人生に置き換えれるよね、うん、なんで？先の見えないさ、うん、未来はあってさ、うん、やっぱこうやって一歩一歩登っていくわけじゃん、うん、でやっぱそこには精神が伴って、うん、努力が伴って、うん、ね、あんでん、あんでんじゃねえんだよ。あ、でも変にした。4キロちょっと。すげえ電波いいじゃん。なんで、まあやっぱり整備されとんじゃないの。お、来た来た来た、なに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 起きとる。後であれでいいよ。
今見てほしいんだよ俺は。もうちょっとで休憩も終わりなんですけど、このね絶景、うん、なんだいけよ。はい、今7合目。まあ結構いい調子で登れたと思うんでね。まああわよくばあれに乗ったから乗りたいですけどね。あのこれどうぞ。ちょっと足がガクガクして、なんか腰かみたいになってますけどね。生まれたてですね俺。あとじゃあ3分、はい、じゃあ3分後行きましょう。いやどんどん急になってきましたね。このパンパンのこれ、あらららこっちに、すごいちょっとこっちに適切動画です。全部モザイクこれ、どうしよう、どうやって開けるか。パンパンだよこれ、パンパンだよ。しょぼ、じゃあいいっすか。はい、一番見ないで、はい、うまっ。8時5時3分、6時になったら行くか。これ負けるとダメだよ。困りたいね、こういうとこ。もうなんかもうゴールは目前なんじゃないかと錯覚させるようなね、はい、ビデオでは伝わりにくいけど本当にもうすごい傾斜なんですよ。もうそこなんだよ。まだ8号目だ。今8ですか。いやまだまだまだ、あそこが8か。 あっからきついんですよね。8から9が長いんで、あそこからだもん。結構何回も登ってます。いやいや初めてですか。結構きついですね、想像以上に。いい、ね、おなかなかだな。ああ大地さんちょっと体調悪いですね。8合目ついにやってきましたけど、結構みんな大変そうなんで、うん、まあ諦めずなんとか行きたいです。スローペースで4人で達成したいですね。俺だけちょっとスローペースで行かしよう。いやみんなスローで行こう。やっぱあの4人で行った方が相乗効果みたいなのあるから多分。いやでもね、いや声かけ合った方が絶対、自然に俺置いてかれるから。ラーメン食べたい。味噌バターコーンラーメン、疲れたからな。2位を生きて、いいよ、90でいい。